でもちょっとガノンおもれえわ。ガノンなら多分いける。ガノンの才能はまずあったと。さあ今日からが本番といっても過言ではありません。なんだって500万ですからね。今日は早くしてください。ちょっと待って、はい、速攻でいく、速攻でいきます。前置きから早くしろ。前置きなんて10秒もない、秒です。おい、所詮大事、所詮大事です。名手筆を選ばずとは言うけれども、いやいやいや、筆は選べバカ。おい、筆は選べ、最高のものを選べ。うん、筆は選べ、死なんわそんなんじゃ。お前バカか、お前すごい、なめんな。ふん、ねえこれさ、俺が悪いのか、なんでだよ。はい、オッケー。ただ、あ、誰、こいつは地上では強いが空中ではゴミ、空中ではゴミ、ゴミ虫、そうだろ。ああ、そうだろ、空中戦では俺に勝てないバカめ。ああ、もうなんで、なんでこれ捕まんの、うぜえマジで。もうブンブン振り回してるだけやん。やばい、あぶねえ。これ復帰できないのこいつ。え、意外と、死ぬ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 。 OK、真面目な話、今日はちょっと良さげかもね。めちゃくちゃいい。ああ、あー、ごめんと言いながらドーン、ドンドン、調子いいです今日、機嫌もいいです。ガノンドルフの機嫌も心なしかいいように見えます。死にません。これも道連れしか狙わないバカ。うん、こいつパワーねえじゃん。お前が復帰阻止とか千年早いわ。お前が復帰阻止なんて、はい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 、オッケーオッケー。ああ、うわ、これワンチャンあるやんけ。うぜえ、うざい。ああ、バカや。オッケー、な、こいつ復帰力意外とあんな。誰誰、それは誰。あ、ごめん、もう復帰阻止を一丁前に知ってくんじゃねえだ。ちょ待って待って待って、もうメイウェザーの波に、メイウェザーの波に乗っかったバカは、バカバカバカだ。ちょろい、みんなこんなんで勝ってたんだね。みんなこんなんで勝ってたんだ。俺20キロの重りつけながらやってたようなもんだもんなんだが、お前らのその優先民に比べたらよ。おい、やばい、なんでその膝、お前ずるいぞ、お前だけ受け身取ってずるいんじゃないかそれ。おい、
俺取らなかったんだか、お前も取るなよ。わざと取らなかったんだか。じゃん、殺す、マジで。お前、しかも2ストランけ、てめえ。なあ、お前ぴょんぴょん跳ねるのがスマブラじゃねえって。おもわ、もう、おい、ちょっと待って、さっきのさ、こいなんであれ、今受け身、わ、これで660?俺 VIP じゃん、ほぼ。これが強いファルコンだったら、俺のガノンは神だ。これが強いからファルコンだったならば。しかも何戦目や、俺3戦目とかだぜ。全然よ。間違えた。こいつはね、ねえ、いや、こいつ大したことねえな。いや、いい、全然いい、全然いい。いや、全然いい、全然いい。はい、全然いい。死ぬんちゃう？ああ、今ああ、死ね、これに当たれ、お前これに当たれ、死ぬ。お前そのワンチャン狙ってくん、え、ああ、もう、ああ、終わった。もう、もう俺の方が優勢なのにさ、もう、うぜ、もういい、マジで言ってる？おい！マジかよ！おい、マジふざけんなよ。これで負けたら俺も桜井さん撃ったるからな、ほんとに。おい！もうふざけんなよ！マジで言ったよ、これ。おい、お前た、ちょっと待ってって、え、ずるい、全部がずるい。いや、なんで俺の方が早く出してんだろう。いや、あれつかめねえのか。いや、ちょっと待って、勝ち試合だろ全部。おい、訴えるわ絶対、勝ち試合じゃんこんなん、どう考えたって俺の。インチキだろこれは、どう考えたって。もう、ちょ、電話番号教えてくんない？桜井さんのツイッターでもいいわ。すべての技をな、ペンギンチクはすべての技を均等に使えてる俺、すべてまんべんない、50-50すべてな。危ねえ、危な、何こいつ、様子見か。それは、それは、なるほど、全然いい。ああ、想定内、想定内。さあ、全然いい。900%? お前、俺の空前で終わるぞ。ああ、もう台が邪魔、マジで。うわ、スマッシュ打つな、ここで。うわー、そのリスク。はい、終わりー。
お前は俺の空母のケツに当たっただけで死ぬような人間だ。オッケー。はいはいはい。あ、違う違う、なんで？で、技が出な、今技出なかったんだけど。ふざけるな、男の技出らんとか。あーもうこれマジでうぜえ、それもう簡単な技やな、それ本当に。もうもうマジうぜえ。あーうぜえ、ほんとアイク嫌いなんだよな。困った時の下火、困った時の下火からの、もうあーオッケー、ナイス、オッケー、いいよそれでも、それでいいよ。もうちょっと、もうムカつく、マジでムカつく。あーもう終わった、絶対負けた。もう 66？ もう食らいすぎやし、リーチ長すぎだってお前。ちょっとずるくない？もうこういう時だけ受け身取らんし。もう終わった、負けた、ごめん、こいつがクズやけ、負けたわ。なんで受け身取らねえんだよそこで。ああもうすぐイライラする。あぶねえ、もう剣がマジでうぜえ。チャンバラしとけお前。ああ負けた、ああ負けた、もう負けた。ああもうそれそれの対応がわからん。いや、ズルじゃねえかよ、この。ズルくねえ、マジで。うるせえ、お前。かっこつけてるだけやん。もう一回やりたい、お前。絶対勝てるのに。しかも、あの、台がなかったら絶対勝てるわ。台なしでやろうや。台なし。台なしでやってくれよ。いや、今、絶対勝てたわ。プレイスキルとしては俺の方が上手かった。余裕で。いや、ガードしろじゃない、飛んでる、ガードしろとか言うけど、飛んでる時に来るんだって、あのバカが。うわ、出た、もうほんとこいつ。この敵なんてもう、あの、勝ってても負けてても。あ、もうやめていい、ごめん。あ、やめるわ。おもんねえわ。スマブラっておもんないゲームやったわ、やっぱ。うん。クソつまらん。何このゲーム。あー、面白くね。あー、いいよもう。君。はい、やめよう。クソつまんねえや。意味がわからん。これ何がおもろいん？もういいや。あれはなしで、あの戦いなしにしてくんねえか、マジで。桜井さん。なんであれを戦闘力に組み込むかな、あれを。ミニゲームだろ、あんなの。実際200万の方が強い。やっぱそうなんだ。たま、ちょいちょい、たまに、俺と同じように200万の地獄から上がってきた猛者に会えるかもしれない。たまにな。ほんとほぼいないけど。ほら。あ、こいつなんか、こいつあれだな。オッケー。お前、俺と同じ、俺と同じ穴の、無事なか？無事なか、お前。
うぜうぜ、あぶねえ。なんなのこの攻めマリオ、うぜんだけど。なんだこの攻めマリオ、殺意がやべえ。ああもうミス、もったいな。あー死んで、死ねマジで。このクソがぶち殺せてめえ、このガキが。なんでだよ。ああもう、もうウゼウゼ、なんでだよ。あーもう、あーマジうぜこいつ。お前上スマやろそれ、上スマワンチャンの上スマ狙ってんだろお前。ただ、あー切ったこれ。あーこいつ終わってんなマジで。あーもう、死ねマジで。このクソ、お前この熱い戦いをそんなんで終わらせたし、絶対お前、お前は絶対俺より上手くなれないから、絶対上手くなれんこいつは。よくあれ、よく最後あれで終わらせたね。引いた、引いたわマジで、引いた。最悪本当に、一番最悪。あれでスマブ、あれでよく、あれでよくあの熱戦終わらせてれたな。あいつなんかスマブラーとしてのプライドともクソもないんだろうね。まあいいや別に興味ない。